Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the world is pretty cold. You might. よし、行こうか。Thank you.
高いな。やれやれ。あ。次も頑張って戦うよ。なんでこんなところに。なあ、シオンの武器はどこから来るんだ。どこからってどういう意味。戦いになるとどこからともなく現れるじゃないか。ただの転送技術よ。普段は虚空に沈めてあって、必要な時に呼び出すの。わかった。わからないけど、すごいな。え？だって、おかげで重い武器を持ち運ばなくていいし、敵に奪われる心配もないんだろう。すごい発明じゃないか。あなた、ダナでしょ？敵の技術を褒めるの？変か？技術は技術だろ？敵も味方もない。それはそうだけど。リンウェルの魔法って、毎回呪文を唱えないといけないのか。うん、呪文自体に何か力があるわけじゃないけど、詠唱することで精霊力を練り上げていくんだ。時間はかかるけど、その分強い力を呼び起こすことができるから。
唱えている最中を邪魔されたらどうなるんだ。それはやり直しになっちゃう。集中が途切れると集めた力も散っちゃうから。そうか。じゃあリンウェルが唱え始めたら敵に邪魔させないようにしないといけないんだな。うん、お願い。あ、でも一つ奥の手があるよ。私、詠唱が終わってもね、一つだけなら発動しないまま魔法を手元に置いておけるんだ。それって使うときはいきなり使えるってことか。すごいな。うん、まだうまく使いこなせないけど、きっと役に立つと思うから。さあ行くぞ。止まる。こういう連携だ。やっと次危ない。終わりだ。振り返り王を全部強い。こう飛ばれるとやりきたくて仕方ねえ。シオン、頼めるか。えい、任せて。くらいが、どういう時に勝て。行くぞ。はっ、あれくらい。光を貫け。後ろに、光を貫け。終わりだ。延長剣。やっと、与えろ。決めて。待ちしよう。これで、終わりだ。これぐらいの相手なら問題ないな。何かに使えそうだな。うん？何？さて。
わかった。先を急ぐわよ。になりそうだ。戦いの最中に時々シオンが放り投げてるのは何なんだ。何って爆弾よ。爆弾って岩を吹っ飛ばしたりするときに使うあれか。けど火じゃないものも飛び出したりしてなかったか。もちろんただの爆弾じゃないわ。精霊力が充填された特別性よ。じゃあ自分で投げた爆弾を銃で撃ったりもするのは。あれは工夫。別の精霊力を込めた弾で効果を変えてるの。いつ爆発するか、どんな効果なのか、相手は予測しにくくなるから。強力な爆弾を使う上に強力な治癒術も使う。考えてみると正反対の組み合わせだな。安心しなさい。万が一爆発に巻き込まれても生きている限りは精霊術で治してあげるから。せいぜい死なないように気をつけるよ。力はすごいな。振るったのはあなたよ。ここは戦いやすそうだ。キサラ大きいもんね。たっての
今の技面白いな。だろ、アルフェには無理だろうけど。相手を一時に捉え、左足を突き出し、右腕の角度は。あんまり見ないで。こうも飛び回られてはな。分かってる、私が落とす。相手の術を使うか。そっちは私に任せて。気を抜くなよ。シオンの炎と俺の技合わせれば何倍もの力になるわ。ここなら二滝で行きそうだな。
なかなかいいん。明日晴れるかどうか賭けようぜ。ほう、その賭け金はどこから出てきたの？時々敵にもあなたのように寸出のところでこちらの攻撃を見切って避けるのがいますね。厄介だよな。あっちが攻撃してきた時に打ち込めば当たるけど、そうじゃないと大抵避けられちまう。避けられないようにしたいということなら手がないでもない。見切り合戦でもするのか？私は少しばかり地に属するものを従えることができる。大地を覆い根を張る者たち、彼らが速やかに敵の足を縛り砕くだろう。あ、地面から植物を生やして敵を絡め取るということだと思う。多分よくわかるな。けど避けるやつが出たらとにかくティオハリムを頼れってことだな。承知した。微力を尽くそう。87、88、89。ああやべ、なんだ敵の襲撃か。ああ悪い悪い、怪我しなかったか？ロウ、何をやっているの？何って鍛錬だよ。いい重さの石があったから腕にくくりつけてたんだけど、固定が甘かったみたいで吹っ飛ばしちまった。重りをつけた鍛錬、また無茶するな。俺鍛えてないと落ち着かなくてさ。そういえばこの前野営した時も延々と技の型を練習していたよね。筋肉を鍛えたところで肩の練習をして仕上がり具合を確かめる、その瞬間がワクワクするんだ。暴れ足りないだけなんじゃないの？あまり無理して体を痛めるなよ。だいたいローは今のままでも十分強いじゃないか。まだまださ、この先どんな敵と出くわすかもわからないんだし、いくら鍛えたって損はないだろ。それに俺はあんたを超えるくらい強くなりたいんだ。そうか、なら俺も負けていられないな。剣に重りをつけて素振りでもしてみるか。ちょっとアルフェン。なるほど、これは効くだろだろ。せっかくだ、この石をつけたまま試合ってのはどうだ。お、乗ったぜその勝負。ちょっと待ってくれよな。よし、準備できた。行くぜ。せいっ、まだまだ。うわあ、今夜の野営場所が。片付けは二人でやりなさいよ。はい、はい、うん、見た目も味もバッチリだ。こんな日は本でも読んでたいな、なんて。まったくだぜ。あんたは本なんて読まないでしょ。ええー、とかいっぱい載ってるやつ。突破するぞ。はい、投げろ。はっ、飛んでいる相手なら任せなさい。やっと逃げるぞ。追い込まれるとやりづらくて仕方ない。しよう、頼めるか。任せて。
俺様キンキラキン、気に入ってもらえて何より。ズーグルだ。でもやっつけられそう。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 決めたまえ。相手には困らないな。なんて速さだ。この足、私が絡めとろう。行けぞ。ルオ、トーマ、肩やら任せろ。私強くなったかも。
火の精霊石を。レンガだ。アフリちゃん。マジナル。カホ。私が止めるよ。ラジンテ。次カウロス。切り裂け。瞬時なるレッスン。倒れてたよ。ありがとう。行くわよ。向かって。飛ぶ相手は任せて。はい。飛んでいく。外さないわ。ダメージ。
もっと力が必要ね。米、麦、芋、悩むわね。え、まさか食べる話？それ以外。お腹いっぱいだね、フルル。フルル、飛べなくなってないか？見た目はあまり好みでないな。これは？敵の気配はないな。新たな力が手に入った。
な場所だな。せめてあなたが爽やかに頼むわ。努力しよう。さて、なんと。よし、行くぞ。品定めさせてもらおう。戦越え友リンウェルってさ、戦闘中によくブツブツ言ってるけど、あれって何言ってるんだ？なんで？気になる？あ、気になるっていうか、結構乱暴なこと言ったりもしてるし、日頃の鬱憤を呪文にしてるのかなって。親父のバカ野郎って叫んで気合い入れるとか、そんな感じか？ないよ、そんな栄称。
あれはそのなんとなく相手の雰囲気に合わせて言ってるだけで。相手？あ、だからその魔法の属性の精霊力っていうか。精霊力？お前精霊力と話できんのかよ。そういうわけじゃないんだけど、言葉に感情を乗せるとうまく働きやすいから。なあ、精霊力と会話できるんなら明日の天気とかお宝が埋まってる場所とか聞けるんじゃね。ちょっと本気で信じてないでしょ。悪いやつがいる場所に雷を落としたりとかさ。天雷の裁き、サンダーブレイザー。あぶね、何すんだよ。うるさいやつがいるところに雷を落としました。なあ、ティオハリムのあれってどういう技なんだ。あれではわからんな。どの技のことかね。あ、なんか街中とかでさ、話しかけた相手が好きだらけになることがあるだろ。何のことか分かりかねるが、あれはたらし技というんだ。自分の外見や声の質を最大限に生かして相手の心を縛る特殊な技だ。人聞きの悪いことを言う。私ではなく受け取る側の問題だろうに。あ、でもやっぱり何かあるんだな。どうやったら使えるようになるんだ。俺も気になるな。何か特別な修行があるのか。そうだな、常に優雅であることを心がけ、後ろ向きな考えを持ちながらうんちくを語るあたりが初歩だろう。言いたいことがあるなら直接言ってはどうかな。感心しているだけですよ。他意はありません。ねえねえ、アルフェンとローの様子がおかしいんだけど。変な姿勢でよくわからない話を始めるのよ。何か変なものでも食べたのかしら。どう責任を取るつもりだね。そこまで本気にされるとは思いませんでした。反省します。なあ、たまにはあっちの道を進んでみないか。道ってどこに道があるんだよ。道は道でも獣道のように見える。どこに繋がっているかは分かっているのか。俺の勘では橋だと思う。フルル？フルルが違うって。そうかな、方角的には合ってると思うんだが。街道が必ず安全というわけではないが、あえて道なき道を選びたがるのは何なのだろうな。挑戦なのかしら。時々とんでもない場所を通ろうとするわよね。崖崩れの後、道だと言い張って飛び降りた時は驚いたぞ。なあ、なんかすげえ楽しそうだったな、あの時。アルフェンって道案内には不向きだよね。なあ、あっちの道。どうしたものかしら。わざわざ遭難の危険に挑まずとも、挑まなければならない問題には事欠かないはずだが。このまま街道に沿って進むのが良さそうですね。おい俺は壁を壊す。ふーるるできたぞ。味も香りも極上の刺激だ。ねえ、この煙何？敵の襲撃？ああ、目は痛いし喉が焼けつく感じがする。なんだ？ガスかもしれないわね。あまり煙を吸わないようにした方がいいわ。ガスだと？卑劣な。いや、料理ではないか。どこの世界に煙だけで喉を焼く料理があると言うんです。だがアルフェンが。敵の狙いはアルフェンなの？なんだと。くそ、奴らの好きにはさせねえぞ。最後まで聞きたまえ。アルフェンが料理をしている。は？もう少し香辛料を増やすか。火加減はもっと強くてもいいな。しまったな、香辛料が燃えてしまった。
肉に脂が乗ってるんだな。じゃあ裏返してもう一度。ねえアルフェ、あなた何をしているの？シオン、いいところにローストチキンを作ってみたんだ。みんなで食べないか？香辛料をたくさん使ったから刺激的でうまいぞ。ちょっと焼きすぎたかもしれないけど。アルフェの料理が辛い理由がわかったよ。誰か何事も過ぎれば毒だって言ってあげてよ。それが彼の求める味なら無粋は言えまい。料理とは奥深いものだな。十分休めたな。進もう。